頑張らない生き方を打つ。自分を生きるために戦うことから逃げてんじゃねえし。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だぜ、 Oh my god。 よっぴーたかぴーよぴかたかぴろ、チャララン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 、チャラ悟りマスター、こんな俺やけど、悟りを広げて、宇宙の真理を得た男でございますよ、まんまみーひーやー。ちゅうことで、チャラいのに真理、ど真ん中のお前ごとチャンネル、今日も、あいっちゃう。ヒューイコーということで始まりました。今日は、シャツのよっぴーでございますね。ツーシャツーシャ、ね。シャツのことね。逆から言っただけ。ね。トゥーシャトゥーシャ。トゥーシャイシャイボーイ。この瞬間にですね。まさかの水木有沙急にね。まさかの水木有沙からのオープニングなんだけども、今日のテーマはですね、水木有沙全く関係ないね。頑張らない生き方、落ちっていうね、テーマでございますね。ハードパンチをお見舞いするべな、ちゅうことでね、頑張らない生き方、落ちっつってね、頑張らないといいんだよ、みたいなね、頑張っちゃダメなんだよ、みたいなね、そういうのを結局教えにした時点でさ、その頑張らないを頑張ってんだよね、落ちみたいな感じで、そのさ、頑張るっていうことが、自分じゃない何かのためにさ、何かになろうとして頑張ってるのは、ブブブブということなのね。ね。で、ヨッピーが今日お伝えしたいのは、ね。自分を生きるために戦うことは、頑張ることとは言わないよね。それこそ、生きる輝きじゃねえかつってね。生きるその命そのものじゃねえかみたいなね。それを今日伝えたいわけ。で、今回の動画見ちゃうと、やっぱりその命のパッションが、いっちゃうって感じになって、情熱溢れちゃうよね。いろんなものが溢れちゃう。ね。いろんなものって何かわかんないけど、情熱とかそういうのどん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 溢れてきちゃうから、ね。もう溢れちゃって、パッションで今を、まんまの今を生き出せるよ。神回だよ。つって、チェキラッチョ、ね。ということでね。今、まるちゃんが今そこに登って、よっぴひやひや来てますね。降りちゃってね、まるちゃんね。まあ、そんな感じでね、早速具体的にお話をしていこうと思うんですけども、頑張らない生き方っていうのを、やっぱこれ目指すと嘘なんですよ。だから、なんか頑張ってるっていう、なんかその、今まで人生頑張ってきたのにうまくいかなかったから、もう頑張りたくないってね、傷ついて立ち直れないっていう、そういう時期はそれであり、それはそれでバッチグーじゃん。そういうこともすべて体験できて、ラッキーだったよっていう感じにね、なってるんだったら OK なんだけど、結局、もう頑張りたくないみたいなね。もう生きる屍のようにね。ドラクエで言えばさ、話しかけてさ、骨にね、骨にこう街で話しかけたら、返事がない。なんだっけ、返事がない。あ、屍のようだっけ？ちょっと忘れちゃった。ごめんなさい、なんか、ネタ持ってきたくせに忘れちゃったよ。返事がない。ただの屍のようだ。それだってね。そんな感じになっちゃう。だから、生きてるのに死んでるみたいなさ、生ける屍になっちゃってたら、それはブーじゃない。そうじゃないのよね。もうね、なんていうのかな。今まで傷ついてきたからもう頑張りたくないっていうところも、まんまみーや、まんまみーやして、すべて受け入れて認めて抱きしめて、ワンネスラブってなってくると、今度はね、唾がいっぱい出て今飲み込んでるのね。汚いね。今度は他人のために自分じゃない何かになろうとして頑張るみたいな我慢するっていう生き方じゃなくて、そのまんまの自分をね、生きてくっていうための戦い、ファイトね、不屈の闘志みたいなものが蘇ってくるわけ。ね。それを情熱、パッションって呼ぶんだぜっていうこと。ね。だからパッションっていうのはさ、情熱の炎っていうのはさ、生きるためのそのなんていうの、命の炎、命の灯火みたいなものですよ。ほら、ろうそくに火がついてて、それを命みたいなさ、漢字のさ、表現するでしょ。ふうて、書き消さないでよっぴのろうそく、もうまだ死にとくね、まだ死にとくねってね。死ぬときも、死にとうないってよっぴは言いながら死ぬんだからね。いや、まだ生きたくない、まだもうね、行っちゃうみたいなね。むせるよ。動画撮影中だけどむせるよ、関係なしね。パッション溢れるとむせちゃうからね。パッション溢れてる証拠だから、むせた人バッチグーみたいなね。何の話だみたいな感じなんだけども。で、そこをさ、履き違えちゃってる人多いなって思うわけ。で、やっぱりそこのポイントはね、
自我の内側にいるんですよね。要するに防衛反応の内側、また何か頑張って傷つくんじゃないかみたいな内側にいるときは、結局なんていうのかな、頑張らない生き方とかさ、なんかこうありのままの自分とかね、人は人、自分は自分で、みんな自由にとかさ、あの緩い生き方とかね、なんか聞こえがいい、耳障りのいい言葉を隠れ蓑にして、結局自分を生きることから逃げてるだけなんですよね。でヨッピーは自分をなんか生きるために戦いファイトみたいなね、そういう話をしてるけども、外側の何かと戦うんじゃなくて、なんか自分の情熱、魂のまあその震えバイブレーションとともにこう生きてこうみたいなことを言ってるわけで、あのさ、私は私を生きれてないみたいなね、そんなことを思ってる人とか、もう頑張りたくないとかって思ってる人って、結局なんていうのかな、何から逃げてるかっつったら、やっぱそのまんまの自分から逃げてるだけなんですよね。でゴールをどっか違うところに、今じゃないどっかに置いて、何かをしたらね、今の私じゃない誰かになれたら幸せになれるって、誤解錯覚ね、パッコーンって悪い意味で、イカレボンチーってね、ダメバージョンイカレボンチーって感じになってるわけ。それじゃ意味ないのよ。ハートから、ハートの鼓動からね、ハートのビートから生き出そうぜっていうこと。そうなると、セブンデイズフォー戦うよ、ただ素直に生きるために、TM レボリューションじゃない、 TM ネットワークね、 TM ネットワークが出てきちゃう、世代だからね、間違えちゃったもん。体は熱にしてじゃないからね、そっちじゃないから、そっちじゃない方だからね、歌を聴かせたかったぜ、高いキーがね、It's your pain, your my pain, your suffer this pain, 何も怖くはないつね、 Get why I'm that つって、もうシティハンター、シティハンターね、シティハンターのサイバリョウだってもっこりとかって言ってるのに、すっげえやつじゃんあれ。ヨッピーあれ、チャラさとりました、それだから。よく言い過ぎかな。筋肉マンもそうだから。ね。豚みたいなね、ひょうきんみたいなキャラクターなのに、実は素顔超イケメンでめっちゃ強えみたいな。ヨッピーだから。ね。よく言い過ぎ。意外聞いてる。聞かれた方も、おーみたいな感じになるよね。ヨッピーはなんていうのかな、根性論を伝えたいわけじゃないんだけども、お前っていう命の輝きを輝かせられるのはお前しかいねえんだからさ、でゴールなんて遠くに置いてずっとさ、自己探求ゲームみたいな、いやいや、お前はもうそこにいるよってね、まんまの今ここに、まんまの今のお前がもうすでにゴールでね、どっかを目指していくんじゃないのね。生き様そのもの、ね、人生そのものが、もうゴールだよっていうこと。まあ、例えばさ、富士山をね、登ろうみたいなさ、感じになった時にさ、まあ、やっぱり頂上を目指していくかもしれないけど、頂上にね、到着したら登山ですか？それとも、登ってる途中も登山ですかっていうこと。すげえいい例え言ったね、今ね。びっくりした。降ってきちゃったね。なんか腹のミポリン教えてくれたのかな、今な。要するに、なんか頂上に行ったら幸せって思い込んでる人は、すげえしんどいわけ。だってそれまでの時間ずっと苦しみだけじゃん。そうじゃない、もう登ってるさ、向かってる、ね、君のその姿そのものが、君そのものなんだよ、つって。なんかちょっとかっこいいことを言おうとしたけど、よく言えなかった。ね。でも、目指すゴールっていうのは、遠くにあるんじゃなくて、まんまの今そのものだぜってことを伝えたいわけ。だから、今あるがままの今をね、素直に正直に生きてこうよっていうこと。それだけなの。で、それは、まんまをまんまただ見ていけば、どん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 自分が素直になって、情熱が溢れ出てくるから、まして、バイアーナぐらい溢れちゃうから、あん、いっちゃう。ね、一緒にやってみようか、せーの、あん。行っちゃう。ね。お子さんがいる人は、お子さんをわざわざ、ちょっとお子さんに、ね、集合って呼んだ上で、あん、行っちゃう。目の前でやってみて。ママがーってね、パパがーってね、子供が言うか、それか、あんってね。それかも本当にね、ド変態怒りポンチのお子さんを持ってる人は、それをね、あん、行っちゃうって目の前にやられたら、子供がこんなリアクションを取ります。あ、オーマイゴー。オーマイゴー、オーマイ、オーマイ、オーマイゴー、お前は神出せ、オーマイゴー、オン、いっちゃう、つってね。何ですか、これ。
あの、何ですかこれ。本当にテンションが上がっちゃうんですよ、だから。だからね、今日の話まとめますと、頑張らない生き方、オツなんだよね。やっぱり頑張らない生き方をしたら、幸せになれるんじゃないかって指南書にしちゃって、隠れ蓑にしちゃってたら意味ねえよっつってね。あるがまま、ありのまま、まんまみーや、なんでもいい、言葉はなんでもいいけど、それを隠れて、お前さんが今のお前を生きれてないんだったら、それは全部オチュってことなの。ね。だから、もうさ、ビビってないでさ、ね。ビビっていいから、ビビることにすらビビらないで、一歩を踏み出してごらんよっつって、ね、手はいつでも差し伸べてるぜっていうこと、ね、これがもうヨッピの情熱なわけ。マンマミーヤの情熱、マンマミーヤの愛、ね、オーマイゴッドってことを俺は伝えたいだけの男でございまして、ね、で、なんでこんなに熱いのかといえば、それはヨッピーだって散々逃げてきたから、弱い自分をよく知ってるしさ、ヨッピーは全然強くない、ね、すぐ行っちゃう、ね、あ、すぐ行っちゃう、それ関係ないかもしれないけど、でもそういうこと、でもそれを、そのまんま受け入れるようになったのよ。それまでは強いね、私は弱くないと。ヨッピーはすげえ強いんだ強いんだ、ちょっとやめて、あもうもうもうあもうちょびライキやめてやめて、本当にね、大事なとこだから今かっこいいこと言ってるから本当に。だからあのヨッピーはすべて弱さとかもね、見たくない自分もまんま受け入れた上で、そのまま生きればいいじゃないかとね、そんな感覚になってったよってことを体験からシェアしてて、お前にも体験来てほしいわけ。そして一緒に楽しもうぜっていうこと、一緒に自分を生きるために戦おうぜっていうこと、ファイトっつってね、ね、ファイト一発つってリポビタン D の CM 懐かしいでしょ、懐いでしょ、それで行こうよ。じゃあもう最後今日5章はファイト一発にしようかね。じゃあ俺がファイトっつうから、お前さん一発で行くよ、 OK?ファイト一発、それからのお前コットチャンネル登録でいいねボタンよろしくお願いします。 7 days for 戦うよ、ただ素直に生きるために。はあ、かわいい子どうぞはい、朝ごはんのニャーたちですね。猫たちも何気にね、健康食を食しておりますが、春になるとね、チョックンとヨモギがあまり食べなくなるんですよね。あ、チョビーが戻ってきたけど、どっかに去っていきました。で、こっちのね、姫ちゃんとまるちゃんはね、もう本当にご飯大好き、食べまくりなんですけどね、一年中ね、オールスルーザイヤーってやつですね。まるちゃん美味しいの、あ、美味しそうに食べるね、まるちゃんはね。姫ちゃん、ヨモギもね、タモいらないって、カリンコもいらないって、うん、ちょっと、一応ちょっと食べたヨモギのカリンコをね、カミカミしてる姿で、じゃあ今日はお別れしていきましょうか。あ、かわいいね、ありがとうございました。